はい、どうもこんにちは。今日もね、学会期間中でホテルに宿泊しているので、このホテルの部屋で撮影しています。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、僕は21歳の大学生です。半年前から付き合っている彼女がいるのですが、彼女はあまりエッチをさせてくれません。僕は彼女のことが大好きなので、毎日でもエッチをしたいのですが、彼女は毎日はいやらしく、週に1回くらいしかさせてくれません。僕の何がいけないのでしょうか。どうすればもっとエッチさせてくれるのでしょうか。それとも毎日エッチするのは多すぎるのでしょうか。だとすると、どれぐらいの頻度でエッチするのが正しいのでしょうか、というご質問です。そうですね、21歳の大学生 の彼氏と、あと、まあ、彼女がいるので、まあ、多分同い年ぐらいの彼女なんでしょうね、おそらくね。なので、まあ、20歳前後のカップルの話っていうことになるんですけれど、まずどれぐらいの頻度のエッチが正しいのかっていうご質問に関しては、まあ、これはね、本当にね、人によります。理想のエッチの回数っていうのは男性も女性も本当に個人差があるし、あと年齢によっても差があるんです。同じ年代でも差があるんですね。で、質問者さんは21歳の男性なので、まあ、一般的に性欲がめちゃくちゃ強いと思うんですよ。まあ、人生の中で一番強いぐらいなのかもわからないですね。っていうのは、男性の性欲っていうのは、まあ、精巣で作られる、まあ、テストステロンという男性ホルモンの分泌、その量によって、性欲がね、コントロールされるので、まあ、今一番強い時期ぐらいだと思うんです。なので、まあ、やりたい盛りだと思うんです。で、おそらく、まあ、毎日射精してるんでしょう。人によるんだけど、だいたい20歳ぐらいの男の子って、まあ、毎日射精するのが普通ぐらいなんですね。っていうのは、テストステロンの分泌も高いし、精巣での精子の産生能力もすごく強いので、すぐ精子がね、いっぱい作られるんですよ。ってなると、それを出したい出したいっていう本能が働いて射精したくなるんですね。なので、まあ、大抵20歳ぐらいの男の子、毎日射精してるんですよ。それはその自分でね、その本見たりとか、エロ動画とか見て、自分セルフで射精したりとか、あと、まあ、相手がいる人は相手とエッチして射精したりとか、まあ、毎日射精するのが普通なので、だとなると、彼女がいるんだったら、まあ、その彼女がね、おそらくね、すごい可愛くて魅力的なんでしょうね。彼女がのことが大好きだって言ってるので、だったらその大好きな可愛い彼女と毎日エッチして、それで射精したいって思ってると思うんですよ、この彼氏は。だけど、これ、まあ、生物学的にはね、普通のことなんですよね。まあ、女の子から見ればそんなのはしたないって思う子もいるかもわかんないんだけれど、まあ、生物学的にはごくごく、ね、当たり前のことなんですよ。で、大体男っていうのは、まあ、10代半ばぐらいからガーンとね、テストステロンが上がってきて、性欲がガーッと強くなっていって、20歳前後でも強くて、で、まあ、20代強くて、で、30代ぐらいからだんだん下がってきて、40代50代60代ってどん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 ね、テストステロンも下がっていって、精子の産生能力も落ちていって、射精回数も落ちていって、性欲も落ち着いていくっていうことになるんですよ。まあ、だけど、中にはね、20代の男性でも性欲が全然ないとか、ほとんどないっていう男性もね、一部いるんですよ。あるいはちょっと潔癖症とか、女性恐怖症とかで、全然そういうことに興味がないとか、そういう人もいるし、全然そのセルフでもそのオナニーもしないっていう男性も中にはいるんですけど、まあ、多くの男性はね、やっぱり20歳前後の男性は性欲がすごい強くて、毎日射精したいって思ってる人がほとんどだと思うんですね。じゃあ、一方女性はどうかっていうと、おそらく付き合ってる彼女、まあ、20歳前後の女の子だと思うので、まあ、20歳前後の男性みたいに毎日エッチしたいって思ってるってことはね、可能性はすごく低いですよね。で、男性ってその G 行為で毎日射精するんだけど、女性って男性ほど G 行為ってしない、全然しないっていう女性が多い、多いっていうかね、そういう子も多い、結構いるんですよね。で、
まあ、20歳の男性だったら、まあ、ほとんどの男性が自慰行為をするんだけど、全く自慰行為しないっていう女の子もいるぐらいで、まあ、男性に比べると女性はその性に対する興味って男性ほどはないんですよ。でそれもすごく個人差があるんですね。っていうのは男性は精巣でねテストステロンが分泌されて性欲ってガーンと強くなるんだけど、女性はね精巣がないわけで、まあ、副腎っていう臓器から少量のテストステロンが出て、まあ、そういうものなどによってある程度性欲がコントロールされるので、まあ、一般的に女性っていうのは男性よりも性欲ってうんと少ないんですね。で特に若い女の子は少ないんです。やっぱりあんまりまだ体が開発されてないとか、まあ、性の喜びを知らないとかっていうのもあるし、まあ、特にその20歳前後の女の子だったら結構まだというかね若くて男性がいっぱい寄ってくると思うんですよ。で体目的で寄ってくる男性とかもいっぱいいるんですよ。可愛い女の子だったら、うん、まあ口ではねその真面目に付き合いたいっていう男もいるんだけど、本心はもう体目的とかね、まあ、そういうのもねやっぱり女性って警戒心が強いんで、この男体目的だなとかねそういうの分かることが多いのね。ってなるとやっぱりガードが固くなって余計エッチしたくなるなくなるっていう子も立っているわけですよ、うん、だけど付き合ってる彼氏が本当に好きな彼氏だったら、まあ、この彼氏だったら大好きだからたまにはエッチしてもいいかなぐらい、まあ、そういう子がね結構多いと思いますね。でも中にはもう毎日やりたいって思ってる性欲が強い女の子もいるんだけど、まあ、女性のねその性欲が強い女性性欲が弱い女性その見抜き方とかもねある程度あるんですけど、それを話すとねすごく時間がかかってしまうので、ね、それはまた別の機会で話そうと思うんですけれど、まあ結構ね20歳前後の女の子だったら相手がめちゃくちゃ好きな男だったら、まあ週に1回多くて週に2回ぐらいで十分かなって思ってる子が多いんじゃないかなって思いますし、中にはもう月1回で十分とか、まあ、月に2回でも多すぎるって思ってる子も多いと思います。はい、なのでね20歳前後の男女のカップルって一番ねその理想とするエッチの頻度の回数のギャップが大きいんですよ。だから男性の方が大変かもわかんないです。男性はやりたくてしょうがないんだけど彼女の方はそんなにやりきれなくてやらせてくれないって、うん、でだって男性の方はもうやりたいやりたいで、女性の方はもうたまにでいいかなでしょ。でこれがですねその年代が上がってくるとこのギャップがだんだん埋まってくるんですよ、まあ、30代とかになると男性のその性欲が落ちてきて、で女性の性欲がちょっと上がってくるってこともあるんですよ。あと性欲自体が上がるのに比べてその愛を求めてそのエッチしたくなるっていうのもあるんですね。っていうのは女性っていうのは年齢が上がってくると女性ホルモンの分泌が落ちていって、そうするとね拮抗する男性ホルモンが相対的に高くなるので性欲が高まってくるってことがあるんです。20歳の頃に比べて30代40代になってね性欲が強くなってくるってことがあるんです。だけど男性っていうのは、ね、加齢とともに性欲も落ちて体力も落ちて射精回数も落ちてくるんですよ。射精したくてもできなくなってくるんですね。なので20歳の頃は毎日射精しててもこれがね30代40代50代になってくると、もう40代50代になるともう週に1回射精するのがやっととか、もう月に2回がやっととか、まあ、これも個人差があるんだけど落ちてくるんです。なので理想とするエッチの回数って年代が上がれば上がるだけこの男性と女性のギャップがこう埋まっていくんですね。なので20歳前後って言ったらそのギャップが一番大きいので、だからこの質問者さんは悩んでるっていうのがあると思いますね。あとはね女性もね中にはもうエッチが嫌いっていう女の子もいるんです。もうエッチ自体に興味がないとかエッチ自体も全く好きじゃないっていう子もいるんですよ。っていうのは女性もやっぱり潔癖症でその性行為っていう行為自体がちょっと不潔に感じるとか、あとはまあ男性恐怖症の、女性もいるし、あとはね不感症の女性もいらっしゃるんですね。不感症の女性だとエッチしても全然気持ちよくないので何がいいのかわからない、もうただ男性だけが気持ちいい思いをしているだけで自分は何がいいのかもわからなくて損しているだけのような気がするって感じる人だっているし、あとはその性行為するときにすごく痛がる女の子も中にはいるわけです。
性交困難症で挿入した時にすごく痛くて全然気持ちが良くない、なのでしたくないっていう子だっているし、あるいはまあ体力がそんなになくてそんなに頻回に性行為するともうクタクタに疲れちゃってもう次の日学校行けなくなるとか次の日仕事行けなくなるっていうこともあるので、まあ本当に個人差があるわけですよね。あとは、まあ、この質問者さん、この2人のね、そのカップルを見てないからわからないんだけど、まあ、彼女がどれぐらいその彼氏のことを好きなのかっていうのにもよりますよね。やっぱりすごく好きな男性だったらそれだけ女性の方もしたいっていう気持ちは上がってくると思うんですけれど、そんなに好きじゃないんだけどちょっと興味本位で付き合ってるとかだったらそんなにエッチしたくないかもわからないですよね。あとは多分まあこの質問者さんは違うと思うんだけど、まあ、中にはその女性もお金目的である男性と付き合うっていう人もね、もう非常に稀にいるんですよ。このおじさんはすごくお金くれるからあのお金目的で付き合ってあげてるとかね、まあ、そういう関係だったら目的はあくまでお金であって、お金が魅力であってその男性自体はそんなに魅力なければもうエッチしたくないんですよね。なので金のためにしょうがなくそのつなぐためにその月に1回とか2回だけしたくないエッチするとかそういう関係っていうのも非常に稀なんですけどあるので、まあ、多分この2人は違うと思うんですけど、お金目的だったら、まあ、エッチ全くしないとか本当にたまにつなぐためにするとかそういう関係もあるので、そういう場合は全然エッチしたいって思わないわけですよね。あとはね、その男性よりもね女性の方がやっぱりエッチする相手をねより厳しく選ぶっていうのは本能的にあるんですよ。なのでやっぱりすごく好きな男性だったらエッチの頻度も上がってくる、そんなに好きじゃなかったらエッチの頻度も下がるっていう可能性あります。それはもう2人見てないからわからないんですけれど、まあ、男性ってどっちかっていうともう生物学的に そこそこ可愛い女の子が相手だったら誰でもいいからエッチしたいって思ってる男が多いんですよ、女性と比べるとね。だけど女性は男性に比べると誰でもいいからエッチしたいって思ってる女性ってほとんどいないんですね。ほとんどの女性が本当に好きな相手じゃないとエッチしたくないって思ってるんですよ。もうより厳しくね男性を厳選するんですよ。もうそれはもう生物学的な本能から来るものであって、もう石器時代からの本能なんですね。っていうのはその石器時代から性行為っていうのはその男性の方がねどっちかというと自分勝手なんですよ。自分の理想とするね相手がいるともう性行為したいって思って してでほったらかしのオスが多いんですよ。これはその人間だけじゃなくて人間以外のね哺乳類全部に言えるんだけど、どっちかっていうとオスはそのオス同士でメスを奪い合って勝った優秀なね力の強いオスが交尾して子孫を残して、でもう子供作ったらほったらかし で子育てはそのメスがやるっていう、まあ、そういうその哺乳類って結構多いんですよね。でまあ人間も哺乳類なので、まあ、ちょっと そっちの毛が昔はあったんですよ。今の時代では絶対許されないですよ。今ではちゃんとねその愛を誓った男女がくっついて性行為して子供を作ってで妊娠中も男性が女性を大事にしてで2人で子育てするっていうのが正しいあり方なんだけど だけど昔の本能っていうのが多少残っていてですね、多少っていうか、まあ、ほとんどそのまま残ってるんですけれど、やっぱり男性はとにかくその理想とする可愛い女の子誰でもいいから性行為したいって思ってて、だけど女性にとってはやっぱり性行為するっていうこと自体がすごくリスクの高いことになるんですね。っていうのは性行為をして妊娠すると、まあ、10ヶ月間ぐらいお腹が大きくなって思うように体が動かせなくなるし、その後出産してで子育てしてっていうそのすごく時間と労力がかかるわけなので、1回の性行為するっていうこと自体が女性にとってはすごくリスクの高いことなんです。で男性はただ性欲を発散するだけっていうふうに思ってることが多いんですね。これはもうその人間以外の哺乳類の、ね、生物学的本能っていうものなんですけど、なので女性の方がより相手を厳選するので、だから女性の方が男性よりもより相手を選ぶし、誰でもいいからやりたいっても思わないし、やりたいっていう気持ちも
理想とする性行為の頻度も少ないっていうことなので、まあ、それをねよく頭の中に入れて、彼女と付き合っていけばいいと思います。なので、まあ、多分彼女でも週に1回ぐらいはエッチさせてくれるってことなんで、もう心の底から嫌いとか生理的に受け付けないとかね、そういう関係ではないと思うので、まあ彼女の理想とするエッチの頻度で付き合っていって、あとはね我慢してセルフコントロールするのがいいんじゃないかなってね僕は思います。はい、っていうのが僕のアドバイスです。はい、ご視聴ありがとうございました。